天根経をもって、総会を探るの図、小林栄卓とは、江戸時代から、明治時代にかけての浮世絵師、日本画家。画号は、千人年栄拓。かのひさし徳の門人。名は、徳次家、または徳仙。俗称は、秀次郎。千人年栄拓の他に栄訳、栄水、霞堂、長す、夢魚、梅花堂とゴース。日本橋浦菓子新葉の魚問屋。 三浦屋、吉三郎の子として生まれた。生まれつき病弱で潔癖性なため魚に触れたがらず、一人絵筆に親しんだという。安政二年十三歳の時、中橋野家の野久し徳について狩の派の絵を学んで、認められ、徳仙の名と、栄卓、または栄髄の語を与えられる。十八歳の時、大見国彦根藩池家の、お抱え、絵師。 石井久市民の養子となる話が来たが、桜田門外の変により流れてしまう。ついで一時期は、同門で、姫路藩の御用絵師でもあった、かの久しすの養子となり、この時に、長瀬と合したとも言われている。源氏元年に藩を退き、日本橋通り町に画室を構える。この頃、百鬼夜行の錦絵藩下を描いたため、浮世絵と関わるのを禁止していた。 仮の葉の中で問題となり、明治3年頃から浮世絵に転向する。この時、英卓は、川辺教祭と親交があり、教祭が、英卓をかばって、面倒を見たと言われる。飯島巨神によると、英卓は、教祭の数少ない画友の一人で、常に画法を論じ合っていたという。他にも、英卓は礼節をもんじる恩和な性格のゆえか、 当時多くの絵師と交流があったとされる。明治5年には月岡義都氏と共に甲府へ旅行をしている。明治7年の八祖一大弁儲き挿絵をはじめとして、同年、儀列回転100種、翌8年、近代報告100人一種など挿絵の制作が活発化していることから絵師としての地位も確立されたことが推定できる。明治9年、英拓が、 両国中村楼で書画会を開いた際の新聞記事には浮世絵では東京一の大先生の会だけに賑やかだったと記されている。また、この書画会では高橋雄一、横山松三郎、森住那チャールズ・ワーグマンらの作品も展示しており、英卓が洋画家たちとも交流していたのがわかる。明治10年には導入されたばかりの学生に対応した。 指導方法を解説する、小学入門教授図い差し絵も手掛けた。続けて、西南戦争の戦争へ、新聞の差し絵のほか、明治17年に刊行した、千歳絵卓画譜明治18年から明治23年に刊行した、絵卓漫画書編、2編のほか、万物ひな形画譜近世気分、明治太平記などの絵本のほか、鏡画、肉筆画を手掛けた。 明治10年の第1回内国官業博覧会に、アマテラス大臣、スサノーソン、モンドジム天皇、命取りの図を出品して、家紋賞を受賞。さらに、明治18年間が開第1回大会に、そういう点夢に不動を見る図で一等賞を受賞する。また、明治20年には、新吉原道路の会において、月岡義俊と一緒に灯籠に、 歴史画を描いている。1889年に創刊された、日本初のグラフィック雑誌風俗画法において、鉛筆を振るっていた。英卓の絵は仮の葉で、本格的に修行しただけあって、正当的な技量の持ち主である。しかし英卓は仮の葉の奮本主義に飽き足らず。 名画の筆意を得得し、陰影などの西洋の写実を取り入れ、写真を利用するなど新鮮味を出すことを心がけた。和漢と西洋の技法が一体となった、英卓の作品は、他の浮世絵と異なり丁寧で上品な気分が漂う。明治23年寿病の廃病により、向島小梅村の宮居で没す。去年48。墓所は、世田谷区松原の消防寺。 法名は、大公院、特選者区永州古事。門人に養子となった、小林栄光のほか、富岡英船、村田久志巨らがいる。明治35年、栄拓13回期に、亀戸天神経大に千歳栄拓悲鳴が建てられた。 英拓の作品は在日欧米人から評価が高く、英拓の作品は現在確認されている以外にも、海外に多数存在すると言われている。道真天拝山義等の図。ありがとうございます。